れとっても多分そんなに悪くないですよ、うんうん、このリアルモルフォは。で6匹おったんで実はこれ、うんうん、5匹だと思っとったら、うん、今もう今3匹か、うん、売れちゃった麻薬ついてるん で、うん、でもう3匹残ってて、うん、あいいね、これとかものすごくいいですね、うんうん、あの上のやつとかも、うん、いいね、うん、でこっからオス2匹抜いてもらって、うん、まあまた旅行のリアルどっか行っちゃう、あ、まあ、すぐは買うけどいいけど、例えばもうここからあったらもうこいつはもう外せないでしょ、うんうん、レモンすごいで、あとあとまあドングリの背比べだな、あと、うん、まだこいつがいいか、うん、まだまだこいつがいいですね、うん、あ待てよ、あそうだな、みんな目が腹びれはモルフォっぽいな、うん、ドイツにします、いやもうどれでもいいですか、うん、じゃあこれ、まあ、1匹はもうこれ間違いない、これが一番いいんで、うん、ただまあ腹切れがあんまりギザギザしてないけど、うん、こいつすごいね、下のいいですねちゃんとリアルっていう感じ、うん、なんかこの上のやつはヘテロとかそれ系に感じちゃいますね、ちょっとね、ヘテロっていうかその劣性ホモみたいな、うん、うん、まあでもロングリアルのロングピンでまだ伸びきってないって言われるのは確かにこんなもんかもしれない、うんうん、でこれに、ここによるロングピンモルフォです、うんうん、ちっちゃいですよね、メスがね、うん、ロングピンモルフォね、これメスじゃないか、これオスか、正式名称がロングフィンモルフォですね、モルフォロングフィンで買ったんですよ、アプローチだな、うん、ここね、このオス良くないですか、こういうぐらい出してる、リアルにしなくてもこれで十分なんですよ、正直ね、うん、こいつ尻尾溶けてるな、これどうだ、いやちょっと溶けすぎだな、これはダメです、ちょっと溶けすぎだ、溶けすぎ、うん、ちょっとこれ溶けすぎだ下から取る、下もあるの、これも選別前の、ね、作っとるな、モルフォは数いますよ、なんかモルフォなんか最近好きなんですよ、あ綺麗だな、このメダカと思って、だけどここはでも輪行モルフォが混ざってる、うん輪行モルフォの不安が混ざってる、早いな、早いね、すごい元気、すごい早い、捕獲させてくれん、うん、ピュピュピュッと逃げられてしまう、しまった、こう私はメスですみたいな感じじゃなくても、うん、どっちやみたいな入ってしまうか、困るわそういうの、綺麗だね、いや綺麗ですよこれ、綺麗だね、また面白いね、うん、面白いことはできるよ、ワンペアはね、あのプレゼントです、これワンペアプレゼントするんですか、ワンペアで、ワンペアは自分、ツーペアは自分で買って、自分で買って掛け合わせのやつと、はいはいはい、すごいな、これのどれをプレゼントにするかですね、あと思うんで、はい、メダ家族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます、今日はですね、8000人、チャンネル登録者数8000人を記念いたしまして、第2弾、あの、プラチナセイガリアルロングフィン、×モルフォ、その F1 個体、オスはその個体です。そしてメスは、モルフォロングフィンということで、そういうペアでね、
行きたいかなと思います。でどれを送るかというのはちょっとまだね完全に決まってないんですけど、その時にならないとわからないんですけどね。オスが一応3匹いるので、まあどれかを送るということでお許しを。でこんな感じですくいました。これです。こっちがオスだな。ああ一番いいのは私が多分、いやでもねこのヒレ長すぎるっていうのもまた繁殖にはなかなかね難しいんですよ。うん、あった、あったって言ってしまった。まあ、こんな感じでちょっと、あやばい、立ちくらみやばい、グラッときた。はいはい、こんな感じでね、あれメス、オスが2匹入ってるか。よし、まあワンペアね、これぐらいの感じのグレードで送りますんで、また応募の方を、応募の方よろしくお願いいたします。ツイッターの方ね、ちゃんとアカウントを取っといてくださいね。そして俺たちメダ家族固定ツイートの方確認してやってください。はいはい、よろしいでしょうか。こっちはもうモルフォって感じですね。うん、すごいね、なんかグアニンが多すぎて、このなんかヒレじゃないわ、エラが広がるっていう。ああこれ前にいたよな、こういうの。ものすごいグアニンの量でエラブタがなんか鎧のようになるんですよ。これいたんだよな前、こういうやつ懐かしいです。はい、モルフォ、リアルロングフィン、モルフォって言った方がいいのかな、モルフォリアルロングフィンがいいのかな。まあどっちでもいいけど、どっちでもよくないか。はい、どう読んだらいいのか。うんうん、まあこういう個体です。どしどし応募よろしくお願いいたします。いいですか、メダ家族。どうでした、ピヨヨーンと。